静かなる血統は1949年3月13日公開の日本映画である大英製作配給監督は黒沢明主演は三船敏郎モノクロスタンダード95分原作は菊田和夫の儀曲ダタイイで梅毒に感染した青年医師の苦悩を描いたヒューマンドラマ 東方葬儀の影響で東方を脱退した黒沢が、初めて他社で制作した作品である。第23回キネマ巡邦ベスト10第8位。戦時中の野戦病院で軍医として働く、青年医師の藤崎教授は、患者の中田を手術中に、誤って自分の指に怪我をし、患者の梅毒に感染してしまう。福音後。 父の産婦人会員で働くことになったが、梅毒の感染を隠し、婚約者のミサオと結婚することができずにいる。ミサオは藤崎が自分に対して距離を置き、何時までも親しくなれないことに苦悩していた。ある日、藤崎が自分の病気の秘密を父親に告白しているところを、見習い看護師のミ岸類に立ち聞きされてしまう。ミネは元ダンサーで暗い過去を持ち、 藤崎の日頃の誠実な行動と発言に反感を抱いていた。その後も藤崎は己の病と戦いながら訪れる患者に対しては黙々と治療を続けていく。一方、秘密を聞いたことで藤崎に対するわだかまりが解けた峰岸は人間的に少しずつ成長していくのであった。そんな折、藤崎は偶然元患者の中田と再会し、 中田が梅毒を放置したまま結婚し、近々、子供が生まれることを知る。本作の原作である、ダタイイは、千秋実が主催する、劇団小ビザによって、1947年10月から、日劇小劇場で上演されていた。配役は千秋が、藤崎役、千秋夫人の佐々木東海が、峯岸役、高杉太子が、三沢役を演じ、演出は、 千秋の楽譜である佐々木高丸が担当した。黒沢は偶然その舞台を見ており、それに感動したことから本作の企画が行われた。これをきっかけに千秋は後の黒沢映画の常連俳優となった。当時、黒沢が所属する東方は第3次東方葬儀によって映画撮影が困難になっていた。黒沢は山本かじ谷口千吉、 元木曹二郎らと映画芸術協会を設立して、東方を脱退し、他社での制作を余儀なくされた。その第一作が本作であり、以降、野良犬、秋分、羅昌門、白地を他社で撮っている。ありがとうございます。